お久しぶりです。いかがですか皆さん。もうちょっと待ちましょうかね。こんにちは、おはようございます、お久しぶりです。アロハOK、 じゃあ今日もウクレレやっていきましょうね。おはようございます、よろしくお願いします。はい、どうにか元気です、ね、どうにか元気になりました。もう本当ウクレレ久しぶりですよね。2週間ぶりぐらいですか ね。 OK、 じゃあちょっとゆっくりやっていきましょうね。じゃあまずチューニングからいきます。 OK、 ここね G の弦からいきますね。次、C の弦。OK、次は E の弦ね。OK、次ラスト A の弦。OK、 こんな感じですね。 おはようございます皆さん。癒しの時間が始まりましたって、よかった、そんな風に思ってくれるなんて。 OK、 じゃあ今日もゆっくりねやっていきましょう。あ、こんにちはダックテイルさん。 OK、 じゃあね今日はね、今日はまあちょっとハワイアンというかちょっとね南国の曲をやりましょうね。これ多分日本の皆さんは結構知ってる人が多いと思いますね。日本語タイトルだとバリバリの浜辺ってやつですね。そう、こっちのタイトルだと On the beach at バリバリっていう歌ですね。 OK、 ね、この曲知ってますかね。多分知ってますよね。ちょっとだけ歌いますね。本当ね、なんだっけな。バリバリの浜辺であった素敵な素敵な人、あまたの人の中でもひときわ澄んだ瞳、私は忘れられない、幾度も夢に見てはいつでも愛おしく思う、悩ましのその瞳、あの浜辺にいても二度とはもう会えない、ワイキキの浜辺はつまらない浜辺になったよ、瞳の綺麗な人は今頃もどこかで誰かを悩ませて、こんな感じですね。これね、バリバリの浜辺ね、知ってる人も多いんじゃないですかね。そう、この曲はね、なんかこう南国の曲なのに日本語のね歌詞があるからいいですよね。まあ、一応英語の歌詞もこっちにありますね。あんまりこの歌詞はちょっと有名じゃないですね。こっちではあんまり聞かない曲ですね。OK、 そう、そんでまあ、マスラットでいいかな。OK、じゃあこの曲やっていきましょうね。まあ、まずは、人によってその調ね、歌声が違うんで調がね分かんないですけど、まず C の調からやっていきましょうね。ね、これがリストですね、調のリスト。まずこの C の調、ここをやっていきましょうね。 OK、 だから C の調の1番はここに書きましょうかね。ね、ここ C の調だと、ここが C D E FG A B になりますね。OK、あ、見えるかな、ここね。OK、だから C の調でいうところの一番は C ですね。だからここ C って書きますね。次5番は G ですね。G に7がつきます。G7。OK、
ここも G7 ですね。で次2の7、ね、D のセブンスですね。ね、で次5の7また G7 ですね。ね、でここは C 一番ね、一番は C ですね。じゃあ次3の7、3は E の7ですね。E7、E7 こういうことになりますね。これは6のマイナー、6が A になりますね。 A のマイナーとまたここ E7 ですね。3の7だからここまた A マイナーが来て、で2のセブンスだから D7 ですね。ね、次5の7で G7 でまた D7 がここに来て G7 って感じですね。 OK、 ね、 OK。 じゃあちょっとこれでね、これでちょっとやってみましょうね。ここのコードの通りに見えるかな。OK、 一応コード表ここに下に置いておきますからね。このぐらいの方がいいのかな。OK、 じゃあちょっとやってみましょうね。ね、もうゆっくり4回、もう4回ずつ、もう歌はなしで、ただ1234、1234って感じですね。 OK、 じゃあやってみましょうね。ここからいきますよ。 1,2 Ready, Play。 ここが2回繰り返されます ね。一番最初に戻ります。ここまで来たら最初に戻りますね。 OK、 OK、 じゃあちょっともう一回やってみましょうね。だからここから始まってここまで来たらもう一回上に戻ります。ここに戻りますね。 OK、 いきますよ。 1,2 Ready, See。 次は E7、ね、ここからやってみましょうね。同じテンポでいきますよ。ゆっくりいきましょう。 1,2 Ready, Play。 1,2,3 A マイナー、こんにちは、ね、OK、 じゃあここまで OK そうですかね。でここまで来たらまた最初に戻りますね。ここに戻ります、ね、じゃあつなげてちょっとやってみましょうね。1回ここまで来たら、ここまで来たら最初に戻って、2回やったらそのまんま行って、ここまで来たらまた最初に戻ります。ここに戻りますね。 OK、 じゃあゆっくりいきましょう。 1,2 Ready, Play。1,2,3,4,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 
7C12、 はい、そこまで、はい、ここまでやりましたね。ね、 OK。 そんでここに A とか B とかって書いてありますでしょ。ね、これね、 A メロ B メロみたいなことですね。だ A メロがここの2小節ですね。でここ B メロがここのね、2小節というかこうあの、ね、2つのバーですね。 OK。 だからまあ順番で言うとね、 AABA ってことですね。わかります？ね、この A が1回やったら2回、ね、1回2回ときて、 B が1回やったらまた A をもう1回やるってことですね。こういうのを AABA 形式って言います。ものすごい多いですね、 AABA 形式の曲っていうのは。うん、ハワイアンなんかはすごくよく、ね、ほとんどがこんな感じですね。 OK、 ちょっとコメント見ましょうね。私仕事、今週仕事の続きで久しぶりに開けました。お、何か、ちょっと待って。 OK、 こんにちは、新曲ですか。そうですね、新曲です。バリバリの浜辺っていうやつをやってますね。YouTube で追っかける練習します。 OK です。で、まあ、今日始めた曲なんでね、ゆっくりやっていきましょうね。 OK OK、 そうですね。じゃあもう一回ちょっとやってみましょうね。同じことです。この AABA 形式ね、これが A、 こっちが B ってことですね。まあ歌詞で見たら分かりやすいですね。歌詞で見たら AABA ってことですね。ここが B メロ、ここが A メロ、 A メロ、 B メロ、 A メロってことですね。あ、アロハシアキラカーさん、そう、どうにか元気ですね、皆様あの体気をつけてくださいね。もうなんかロックダウンも1年ぐらい続いて、もうなんかね、あんまり人とも会ってないですし、ね、なんかいろいろと免疫が弱ってるのかもしれないですね。 OK、 そしたらね、じゃあもう一回やってみましょう。最初からいきますね。 1,2,Ready! はい、曲の順序大丈夫ですかね。 AABA 形式ってやつですね。うん、 OK。 そしたらこれにね、前奏とエンディング、イントロとエンディングですねをつけましょうね。でもうこういう南国の曲はもうとりあえずバンプつけとけば大丈夫って感じです ね。だからバンプ、バンプ始まりのバンプ終わりにしましょうね。こっちもバンプにしときましょうね。 でバンプは何かっていうと、ここに書いておきましょうね。バンプイコール2の7 5の7、そして1ですね。でこんな感じ、ここが小節ですね。お、見えるかな。すなわち C の調で言うと2の7だから D7 ですね。 D7G7C ってことですね。これが2回繰り返されます。
OK。 さあダクテルさん AABA 形式です。さあさあさあ、ね、めちゃくちゃいっぱい、そうもうそうもうブルーハワイだとかもうあの辺の曲とかもう全部ほとんど AABA 形式ですね。スタンドバイミーとか、うん、もう有名な曲はもう、そうあの音楽の中でのもう黄金の定番形式ってやつですねこれは、うん、よしね、じゃあちょっとやってみましょうね。まずここから始めますね。バンプ、ここね、バンプ、バンプを2回やって A をね2回やりますね。 A が2回、そして B が1回来たらまた A を2回1回やってでまたバンプ、バンプでおしまいです。 OK、ね、C の調で、じゃあちょっとやってみますよ。 D7、 ここからいきますね。さあいきます。ワン、あ、ちょっと待った、ごめんなさい、すいませんね、ちょっとお水飲んできます。ああちょっと2週間もレッスンしてないとなんかあれ何だったっけってなりますねお、バリバリの浜辺を初めて聞いたのはエセル、エセル中田さんバージョン。エセル中田さんって誰だろう、ちょっと調べて聞いてみますね。コロナ禍で精神のバランスを保つのは大変なことですね。ウクレレ弾いて精神上げていかないとですね。本当そうですね。そう、僕ももうあれですね、うん、いろいろとね、本当この1年いろいろありますね。なんかアメリカもすごく荒れてますし、そういろいろと考える1年でしたね、うん、OK、ね、皆さんもこうな、本当にお体気をつけてくださいね。もうね、世の中がどうなっても体さえしっかりしてれば大丈夫だと思いますから、うん、OK、 じゃあ C の調でここからいきましょうね。バンプから始まって AABA 形式ですね。で最後バンプで終わります。 OK、 じゃあいきます。ワン、ツー、レディー、プレイ。もう一度、はい、いきます。バリバリ感じですね。 OK、 どうでしたかここまで。 OK かな。OK でね、これ、まあ日本語の歌詞がね、日本語の歌詞はね、絶対ネットに載ってます。だから調べてみてくださいね、うん、これ僕英語で歌ったことないんですよね。ちょっと一発やってみましょうか。 どんななんだろう。なんかちょっと歌詞が変なんですよね。It happened on the beach at Bali, Bali. I found him dreaming on the golden sand. It happened on the beach at Bali, Bali. It wasn't long till we were holding hands. こんな感じかな。こんな感じでやるみたいだけど、あんまりこっちのこの歌詞は。うん、英語で歌われる、誰かが英語で歌ってるの聞いたことないですね。日本語の歌詞の方がうまくしっくりくるんでしょうね、きっとね、多分、うん、OK、
ね、歌詞が変、歌詞が変。そうでね、これね、歌詞ね、なんか僕ね、歌詞、僕はね、なんかね、言葉を覚えるのがとっても苦手でしてね、ね、本当人様が書いた歌詞なんですけども、勝手に自分で変えちゃうんですね、なんか。そうで、僕バリ島は行ったことあるけど、バリバリの浜辺って行ったことないんですよ、知らないし、どこだかね。で、僕ワイキキに住んでたんで、これはもうワイキキの浜辺ってことで歌ってました、いつも。そうだからね、そう、皆さんもその方がなんかハワイ感が出ていいんじゃない、もしかして。なんかこんな感じで、ワイキキの浜辺で、音程が違った。こっちか。ワイキキの浜辺で会った素敵な素敵な人、あまたの人の中でもひときわ澄んだ瞳、あの浜辺に行っても二度とはもう会えない。ワイキキの浜辺はつまらない浜辺になったよ、みたいなさ、なんかこう、わかりますね。でね、みんなも誰かワイキキでなんか瞳の綺麗な人に悩まされたことあるんじゃないですか。オッケー、そっか、ちょっと待って、歌詞が間違った、バリバリです、そうね、そうそう、ショーンさんはクリティブだからですねって、そんなことないですけどね。そう、フラはバリバリの歌詞でやってます、なるほどね。そう、レオンマークさん、そう、ワイキキしっくりきますでしょね、そうそう。で、ほら、まさみさん、そう、バリバリってないそうですよって、架空の場所ですって。ね、そうでしょうね。やっぱそうですよね。そう、ワイキキはね、現実の場所ですから。まあ、皆さんもワイキキで歌ってみましょうよ。ね。せっかくだから。オッケー。じゃあもう一回、じゃあ今度皆さん、ワイキキの浜辺で歌ってみましょうね。同じこと言ってみましょう。バンプから始まって、A、A、B、A 形式でバンプで終わる。オッケー。よし、じゃあ行きましょう。じゃあバンプから行きます。はい、行きます。ワン、ツー、レディー、プレイ。もう一度。はい、行きますよ。ワイキキ。ワイキキの浜辺で会った素敵な素敵な人、あまたの人の中でもひときわ澄んだ瞳、私は忘れられない、幾度も夢に見てはいつでも愛おしく思う、悩ましのその キ、そうそう、ワイキキしく、ワイキキの浜辺で30年ぐらい前にナンパされましたね。いい思い出ですね、それはね、本当に。うん、僕もそうですね、ナンパしてましたね。以前ね、うん、オッケー。さあ、じゃあこれも、ね、C の調ですね。うん、まあここまで OK かな。まあもう一回だけやっておきましょうかね。うん、もう一回だけ同じことやりましょう。じゃあちょっとテンポを上げようかな。ワン、ツー、スリー、フォーぐらいにしようか。オッケー。で、いきます。同じことですね。バンプから始まって、A、A、B、A でバンプで終わる。オッケー。
きます。ワン、ツー、レディー、プレイ。もう一回、はい、いきます。ワイキキの浜辺で会った素敵な素敵な人、あまたの人の中でもひときわ素な瞳、私は ですか、ここまでね、大丈夫かな。一応こっちも最後に見せとこうかな、ね、指のあれをちょっとこんな感じね。バンプからいきますね。3、2、レディー、プレイ。次はよし、ちょうど30分やった、あれちょうど30分やったんでね、次は同じ曲ですけど違う調でやってみましょうね。ね、じゃあ今 C でやりましたでしょ、次はまあ F でやりましょうね。じゃあ次は F でね、ここは F のキー書いておきますね。 F1 が F、 F、 G、 A、 B フラット、 C、 D、 E って感じですね。ね、これが番号ね、ここの番号ですね。よし、じゃあこれを F のキーに直していきましょう。ね、F のキーでいう1番は F ですね。こっち上に書きましょうね、今度はね。F。ね。5番目は C ですね。C に7がつきます。ここね、7がつく。C、7。OK。C7 ね、ここも C7。で、次、2の7。2の7は G ですね。G7。G7。で、ここがまた C7。で、ここが F って感じね。じゃあ次の行。3番目は F のキーで3番目は A ですね。うん。だから A7。で、次が6のマイナー。ね。D のマイナーになりますね。D マイナー、また繰り返しね、 A7 と D マイナーが来て、
で2のセブンスは G セブンスですね。 EFG でね、2番目だからね。で次 C、 C セブンね、またここ G セブンが来て C セブン、こんな感じですね。でバンプは、バンプはこっちに帰ってきましょうかね。こっちは G セブン、C セブン、F って感じですね。こっちね。オッケー、ちょっと待ってね。あ、ショーンさんの使ってるウクレレメーカーをもう一度教えてもらえませんか。すごくいい音。あ、これ？これね。そう、これ最近お気に入りですね。これね、レオラニって言います。レオラニ。そう。これ別にあのハワイ製ではないですからね。あの確か台湾かどっかで作ってるんですけど、レオラニっていうこの会社がハワイの会社で、そうそうそう、これね、いいですね。これ見た目も綺麗でしょ、なんかね、そうそう、こんな感じです。でサイズはね、これはね、僕はね、スーパーソプラノっていうか、ソプラノのロングネックってやつですね、うん、を使ってます。それにあとアロハストリングをつけてますね。うん、そう、結構弦変えるとあの音もだいぶ変わりますからね。うん、OK、 じゃあ次は F の調でちょっとチャレンジしてみましょうかね。じゃあ またゆっくりやっていきましょう。とりあえずこのセクション A からね、ここの今度は上の行ですね。上の行 OK、 僕一応コード言っていきますからね。いきますよ。ここからいきます。One, two, ready, play, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 6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 8,
レオラニとアロハストリングありがとうございます。そうですね。そうレオラニで、このレオラ、そう、さっきのねレオラニのこの会社のホームページ、多分レオラニ .com かなんかだと思いますけど、あ、これ書いてあるわ。レオラニウクレレ .com ですね。レオラニウクレレ .com っていうところ行くと、まあウェブストアがあって、そんでそこであのチェックアウトの際にね、あの僕の名前ショーンって入れると、あのディスカウントがあのつきます、うん、そう。で、あのアロハストリングはもう うちでしか売ってないです。僕しか、もうこの世で僕しか売ってないです、これは、うん、僕がプロデュースした弦ですね、昔に、うん、okay、よしよし、じゃあどこまでやったっけ、 OK、 じゃあね、ここまでですね。オッケー、じゃあもう一回やってみましょうね。ここからね、いきます。あ、まあ、ここはできるだろうね、きっと。じゃあ次、ここから、ここからいきましょう。 A7 からね、いきますよ。ワン、ツー、レディー、プレイ。1、2、3、 D マイナー、 1、2、 A7、 D マイナー、 G7、 C7、 G7、7、 OK、 じゃあ最初からいきましょう。一番最初 F、 4、3、2、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、G7、1、2、C7、F、 はい、そこまで。レオラニとアロハストリング、そうですね、まあ、こんにちは。ピンクの弦綺麗ですね。アロハストリングいい感じですって。やってよかったです。そうそう、あ、この音いいですか、
そう、アロハストリングはね、これはね、カーボンでできてるんですね。フロロカーボンって言って、炭素ですね、炭素が入ってるんですね。だからちょっと硬い弦なんですけど、その分音程が安定してて、こういう高いところもね、ね、すごい高い音でもキーンと綺麗に響きますでしょ、ね、ね、こんな感じ。そうだから音程もしっかりしてるから結構おすすめですね。もう僕はもうずっとこれ使ってます。もう一瞬、もう昔ちょっと作りすぎちゃって一生分あるから、僕はもう一生分ありますね。そうだから皆さんにね、興味あったら言ってくださいね。いくらでも用意できるんで。お、マムさん私使ってます、よかったですね。 OK、 じゃあちょっともう一回やってみましょうね。なんか見えてるのかな、こういう感じかな。はい、 OK、 イエイイエイ、めっちゃ綺麗、よかった。 OK、じゃあちょっと最初からやってみましょうね。うん、いやもう多分コードできると思うんで、もうバンプから、もうさっきと同じパターンですね。バンプ始まって AABA やってバンプで終わるね、そんな感じで。バンプはこっちね、 G7C7F ね、こっから OK、 じゃあやってみましょう。最初からいきますね、こっからね、 G7 からね。はい、いきますよ。 1,2 Ready Play。もう一度いきます。ワイキキの浜辺であった素敵な人、あまたの人の中でもひときわ澄んだ瞳、私は忘れられない張り替えてない、ね、ぜひ張り替えてみてください ね、 ね、そう、弦はね、あれです、しばらくねつけとくと弦がね育っていきますからね、うん、張り替えたばっかりってね、なんかねあんまりねいい音しないんですよ、うん、ただ1週間ぐらいするとね、楽器に弦が馴染んできて、そう、とってもあ張り替えてよかったなって思えるようになるんでね、うん、そうそう、あ、スモさんの張り替え動画で簡単に張り替えできました。そうね、よかったです、よかったですね。まだ張り替えてない方ももしよかったら見てくださいね。過去のライブ配信に弦の張り替えの講座もやってますから、うん、 OK、 じゃあ一応こっちでもちょっと指のあれを見せようかなね。こんな感じね、 F のキーですね、 F のキーでいきます。 OK、じゃあいきますよ。最初 G7 から始まりますね。 1,2 Ready Play C7 F G7 C7 F F ワイキキの浜辺であった素敵な人、瞳、私は忘れられ
ている。そうだよ、きっとそうだ。こんな感じね。OK。ちょっと待って、弦の張り替えができるか不安ですって。まだ勇気が出ない。まあもうでもやってみてください。大丈夫大丈夫。大丈夫ですって。本当にただここの結び目をあれするだけ、結ぶだけなんで。うん。で難しくないです、全然。うん。あとね、なんだ。何事も冒険ですよ。実験ですよ。うん。で、失敗したりとか、なんかいろいろして初めて愛着が湧いたりとかもする時ありますからね。うん。やってみてくださいね。OK。ちょっと待って。弦の張り替えできるか不安じゃない。張り替えはどれぐらいでするのがいいですか。そうか、張り替えね。あのね、基本的にね、あんまり張り替えない方がいいです弦って、うん、そう、さっきも言いましたけど、張ったばっかりって弦がまだ楽器に馴染んでなくて、なんかあんまりいい音じゃないんですよ、うん、なんかトゲのある音っていうか角がある音っていうか、そう、それがだんだんこう馴染んでくるんですね、1週間2週間経って、うん、それから弦って良くなっていくんですね。で、弦の張り替えるときはもう本当にね、こういう弦のがもう本当に古くて、なんていうんですか、こういうところからなんていうんだろう、ああいうのささくれみたいな、なんかこう、特にこの弦だったら毛が出てくるんですよ。なんかその中の繊維みたいなやつがピッて出てくるんですね。そう、なんかその毛羽立ってるんですね。毛羽立ってる、ザラザラしてる、うん、そういうときは変えた方がいいです。うん。でもザラザラとかも一切してないんだったら、もうただ単に拭いてあげるだけで十分ですね、うん、そう、なんかね、たまにね、もう本当に 2,3 年とか弾いてると、僕でも変えるのをもうじゃんじゃか弾いて、うん、もう 5,6 年変えてないやつもあります。うん、弦変えてないやつもあります、うん、ね、そんな感じですね。 OK。 間違えちゃった。よし、 OK、 こんな感じかな。 OK、 じゃあね、ここでね、そうね、これ F のキーと C のキーできましたでしょ、ね、C のキー、あ、 F のキーもう一回やっていきましょうか。まあでも多分できると思いますね、 F のキーも。ちょっとやってみ、チャレンジしてみてくださいね。でね、せっかくね、こういう曲弾くんだった、だからね、なんかもうちょっとかっこいいことやりたいじゃないですかね。最初のバンプのところね、ですけど、ね、これもいいけど、もうちょっとかっこいいのやりたいなっていう方はちょっとこれ練習してみてくださいね。ね、こんな感じ。間違った。こんな感じね。OK。あ、ちょっと待って。私もチャレンジしてみて、なるほど、冒険、今年は挑戦してみようかな。そうですね、何でも挑戦してみてくださいね。そう、チャレンジしたら意外といけますよね、レフェリコさんね。そう、ほんとそう、うん、私も勇気がなくて島村楽器にお願いしちゃってましたが、アルファストリング購入したら自分でやってみよう。おお、そうそう、絶対その方がいいですよ。その方がね、愛着も湧きますよ。うん、そう、普段見ないところですからね、弦張ってないところなんて、うん、そういうとここう綺麗にしてあげたりとかして、なんともないから3年以上変えてないです。そう、3年ぐらい変えなくても全然平気ですよね、うん、特にいい弦はあれですね、もうあんま変える必要ないですね、うん、プラスチックみたいな、ね、弦だとね、ちょっと年とともに伸びてきたりとかして弦が細くなってきたりするかもしれないですけど、うん、OK、 素敵って書いてあるね。こんにちは、 OK、 こんにちは、ね、そう、じゃあさっきのやつね、バンプをちょっとソロっぽく弾くみたいなね、うん、これは F のキーバージョンね、 F のキーバージョンね。 G7 F、 これに当てはまるソロね。まずね、0、ここの3番目ね、3番目の C の弦ね、タタタですね。そしたらここから一番上の弦の4、小指で4、次の弦の2、1、一番下は0、4、2、1、
った方がいいかな。こうかな、ね、まずここの弦ですね、3番目の弦ね。そしたらここ4 2フレット1フレット0フレット、でここ最後ここの弦ですね、上から下にタン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 っていくだけね。4 2 1 0、タン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 、4 2 1 0、 OK ね。さあそこつなげるとここまでですね。さあ次はすごい簡単、一番上の3番目に指を置いて、またここ1本ずつ弾いていく、3000で最後 F ね。ちょっと見えたかな、ね、もう一回やりますね。要するにあの2つの形ですね。まずこの4210この形と、あとこの形 ね、その前にを足す、タタタ、そしたら4210 3000 F、それをつなげてやるとじゃあちょっとそれを入れて最後にもう一回 F の調でやってみましょうかね。じゃあいきますよ、こっからね、いきます、ワン、ツー、レディー、ファイン、そういうのか、もっと早くしなきゃダメなのか、そっか、ちょっとごめんなさいね。そっか、さっきのやつにシャッフルのリズムを加えるんですね。さっきのはまあこんな感じですね。まあ、この曲で合わせたい場合はもうちょっとこの今のパートを早く弾いた方がいいですね。このタタン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 って感じのリズムで、ワイキキの浜辺で素敵な人、あまたの人の中でもひときわ澄んだ瞳、私は忘れられ
っとね、ちょっとテンポがあれで、早くて、まあ難しいかもしれないですけど、ちょっとこのまあ指の練習、さっきのね、でさっきのこれ、もう最初はこんぐらいのテンポでいいですよ。そう、もう一定のリズムでゆっくり、ね、こう一定のリズムでゆっくり練習して いって、後にね。シャッフルリズム、そうですね、そうそう、こういう曲はシャッフルのリズムが入ってますね。1212じゃなくて12でタタン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 タ、こういう感じのリズムですね、うん、OK、ね、まあじゃあちょっと練習してみてくださいね。もうなんだかんだで時間が来ちゃいましたね。 OK、 よし、じゃあ今日はこんなこの辺にしときましょうね。また来週からやっていきますからね。ちょっと先週と先々週はまあちょっといろいろ続いたっていうのと、あとちょっと体が調子が良くなかったんでお休みさせてもらいましたけど、うん、また来週から頑張っていきましょうね。よし、じゃあ今日はこの辺にしときましょうね。でまた明日お散歩ライブやりますので、ぜひ参加してくださいね。あとそうそうそう、これ見て、これかっこよくない？この柄ね、これ今週この柄とか、あと他の柄のハワイアンパンツ、今週の金曜日に、日本時間の金曜日、あやちゃんのフラの日ですね、次のその時にリリースしますんで、もし興味あったらご連絡くださいね。 OK、 それじゃあね、また明日、 Have a good week、 Bye、 ありがとう。